ちゃ。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。3連戦を振り返る。ねえ。はい。の時間です。まあ、変則の日程とかね、ゴールデンウィーク中なんで、うん。ね。それも今日が最後ということで。ね。ね。今回でゴールデンウィーク、なんとか雨持つかなと思ったんですけど、はい、ちょっとね、最終日。ちょっとな中止が出たりしました。まあちょっと広島が乾燥だったけどね。ね、うん、あとはこう結構ね風がすごかったですね。すごかったな。うん、これはいろいろ影響出ましたかね。まあね、まあこういうところに出るよね。うん、大波小波で。何のことっていう、ね。いやいやもうね、派手なド派手な試合もあれば、はい、なんかまあ地味とは言わないけど、うん、なんか風とかがね影響して、うん、沈黙みたいな。なんかこうやっててプレーがなんかこう風に影響されてできないとか。うん、なんかそういうなんか天候が左右したゲームもたくさんあったよね。ね、試合できなくはないけれども、はい、風でわあこんなことになったかなっていう試合もあったり ね、あったね、うん、で完売やちいちゃんという、はい、これなんか足したいつの間にか、 なんか、ね、足してたな。今ちょっと今日はね、なんかミニ猫会なんかついますが、はい、はいはい、ということで、はい、まずはセリーグから。はい、こうなりました。はい、ということで、ね、ここもちょっと中止の試合が、はい、2試合 ?3 試合 ?3 試合ありましたが、はい、はい、ということで、うん、まずは、ヤクルト DeNA は1勝1敗ということでね、はい、なりました、はい、で、広島阪神は阪神が1勝、はい、これ1勝っていうか、もう 1ゲームしかやってないからね。そうですね、はいはい、ということで、うん、中日ジャイアンツは中日の3連勝ということで、はい、ということで、まあ、ヤクルト DeNA から行ってみたいと思うんですが、まあ、一勝一敗、まあ、いろんな情報とかいろんなことを聞くと、うん、なんか横浜が圧倒的に勝ったかなみたいなね、うん、そんな感じもしたんだけども、うん、あ、終わってみれば一勝一敗と、ね、で今日は雨で中止ということで、ね、そうですね。でスコア的にはかなりの、まあ、ひどいよ、打ち合いひどいでヤクルトはこの2戦、うん、高橋奎二、はい、まあ、小川、はい、左のエース、右のエースが投げてて、うん、1勝1敗、はい、で、DeNA の方は今永、はい、浜口ということでね、うん、まあ、1戦目は高橋奎二と今永の先発で始まりました。侍対決ですかね。侍対決、はい、で、まあ 1-0、2-0、うん、3-1 とか、3-2 とか、まあ、そういう試合を想像したんだけども、うん、まあ、11本のホームランが出るド派手な試合になってね、うん、最後は逆転で長岡がツーランホームランという、はい、最大5点差をつけられた時にはヤクルトも諦めるかなというふうに、また横浜は勝ったというふうには思ったと思うんだけども、うん、まあこの試合8回9回に6失点 DeNA がしてる、うん、でエスコバーが打たれ、うん、伊勢を慌てて出したら打たれ、うん、で最後矢崎が、うん、まあ、ツーランホームラン、逆転のサヨナラホームランを打たれるということ。なんともこのね8回9回はちょっとひどかったな。あ、ね、まあでもこれもまあ風っちゃ風なんだけども、そうですね、うん、だけど一番危険なのはやっぱ5点差リードをした時に、うん、まあ、勝てるっていうようなね、まあ、そういうふうなことを思ったのか、でもヤクルトは諦めてなかったと、うん、でヤクルトの方はやっぱ打撃が上向いてきてるよね。そうですね、まあ、この試合で村上もホームランを打ったりだとかさ、はい、いろいろして状態的には非常に上がってきてるという、うん、ただ心配なのは高橋奎二、はい、高橋奎二が投げられる状態ではあるんだけども、はい、ボールが真ん中それと高めに集まりだしてくるわ。うーん、なんかこう今までもねこうちょっとコントロール定まらないのがかえっていいっていう時もあったですけど、あったけどね、その時みたいにキレがないね。なるほど。キレがないし球威もその分落ちてるんだと思うよ、うん、だから捉えられる率がすごく高いっていうかね、うん、だから、まあ、佐野が2本のホームラン、うん、左バッターに簡単にホームランを打たれるような、うん、左ピッチャーではないんだけども、まあ簡単ではないけどね、佐野の技術が非常にいいんだけども、うん、まあ、ちょっとショックだろうなっていうふうに、うん、ゲームをここのとこ作れてないからね高橋奎二が、うん、だからこれはまたなんかWBC の期間があってっていう影響もあるんでしょうか、うん、まあ、それも多少あるかもわからないけど、うん、やっぱり技術的に、うん、やっぱ勢いでいく方だから、はい、うん、だからまあそこら辺のちょっとした技術が、うん、まあ、伴ってないかなっていうふうに思うよね、はい、ただこの試合でやっぱりDeNA が連勝が止まり、なんかちょっと
勢いが止まるかなっていうショックだろうなっていうふうに思ったら、うんうん、次の試合17-7、なんかね、小川が初球ホームラン打たれるという、佐野にね、先頭打者初球ホームランですね。プレーボールって1分もかかってない試合時間ね、はい、それで1点を失うというね、はい、で浜口も大量点を もらいながら、うん、やっぱ踏ん張りきれないんだよね、うん、まあ状態が悪い、風が強いね、まあこの試合で佐野ホームランを打ち、うん、宮崎がね、うん、3番ですぐまたホームランを打ちみたいな、どうもこれは4球で2点取られたっていうのがね、そうだね、そうそう、はい、で戸柱がね、抜いたボールをまたツーランという、うん、で宮崎がその前の回にホームランを打ってるだけに塁を詰めて満塁にしたら、今度あの牧が満塁ホームランとかね、はい、もう2回で8点、そうだね、はい、だから、まあ、7点は返したけどさ、うん、だけど気持ちがやっぱり DeNA も緩むからね、17点も取ってるとね、うん、はい、でただ村上が2打席連続のタイムリー、はい、打ったりとか、まあ上昇気流にはあるよね、うん、ただピッチャーがやっぱ踏ん張りきれなくなってきてるから、はい、やっぱ相当打たなきゃいけないということだよね、はい、まあ、それと DeNA の方も、うん、まあ、エスコバー、まあ一戦はどうなのかわからないけども、うん、山崎の状態が少し悪いんで、うん、まあ3試合目中止になり、まあ明日も休みということを考えるとね、うん、まあ、そこら辺は2日間を利用して疲れを取ったりだとか、はい、まあ、調整をしてほしいなっていうふうに思うね、はい、はい、まあ、少しずつじゃあこうね、ピッチャーもここに来て疲れが出たり、まあ、そうだな、してきてる部分で、まあ、疲れはあると思うんだけどね、はい、だけどバッターが触れてきたっていうあったかさとともにね、うん、そういうことも言えると思うから、はい、今度これからやっぱ打撃戦が多くなってくるかなっていう、セ・リーグはね、なるほど、はい、まあ、ヤクルトの打撃もこれ少しずつ上がってきてる、来てるような感じですかね。で塩見も戻ってきてるしね、うん、うん、これから期待だね、はい、バッティングの方はね、村上選手もまだ打率は1割台ですが打点は18と実は1位なんですよね、今ね、うん、だから打点は上げてんだよね、うん、だから勝負どころで打ってくれてることは確かだよね、うん、はい、はい、ということで次、はい、広島対阪神、はい、ここは1試合しかなかったんだよね、そうですね、で遠藤と大竹の投げ合い、うん、ね、で2戦目はコルニエル村上、うん、まあ、スライドでコルニエル村上っていうこの投げ合いだったんだろうけども、もうこれは2つとも中止になったという、1試合、ね、そうですね、だから1試合しか行われてない、はい、この試合5-0、うん、阪神、はい、勝ちという、うん、3本のホームランで沈めたというね、はい、ミエセス来日初ホームラン、ミエセス選手、ね、ちょっとお父さんの不幸とか、うん、そういうのがあって、まあ、国に帰って一軍に上げて、うん、即スタメンだったんだよね、はい、で一発回答を出した、まあ、キャンプの時から、うん、この選手はすごくムードメーカーでね、はい、チームを盛り上げたりだとか笑わせたりだとか、はい、非常に性格が温厚で、うん、いい人みたいなんだよね、はい、で大阪の方でおばちゃんって呼ばれてるらしいんだけどさおばちゃんの雰囲気はあんのよ、はい、でも怪力を見せてソロホームランを打ってくれたと、はい、そのボールはお父さんにプレゼントをしたいと、はい、墓前に飾りたいということを言ってたんだけども、うん、まあ、この試合先制したのが大山のツーラン、うん、で追い打ちが佐藤のツーラン、はい、やっぱねこの2人が打ってくれるとやっぱ強いよね、うん、で佐藤の後ろを打つミエセスがまたホームランを打ってくれてるから、はい、いや佐藤はどん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 楽になってくるよこれからね、うんうんうん、で大竹が無傷の4連勝、はい、ね、7回98球5安打無失点という、うん、これをキャッチャーにかぶったのが坂本、うん、はい、休戦して9勝というね、うん、なんか守り神みたいになっちゃってるけどさいやすごいよな これはな、うん、で大竹のいいところって、はい、まあ、池田近房っていうね解説者がいるんだけども、はい、ちょっと話を聞いたら、うん、ソフトバンクの時よりも球速が上がってるらしい。なるほど。でソフトバンクの時も最終年、うん、まあ、昨年までだよね、うん、球速が上がってきたなと思ってたんだって。そしたら阪神に来るようになって、うん、そしたらやっぱ球速上がってるからチェンジアップとか抜くボールがもっと有効的になってるんだよね、うん、だから非常に勝てるのは僕分かりますよって言ってたけど、うん、だから非常にレベルも上がってんだろうね、うんうん、ただこの試合で、広島、まあ、遠藤がなんかちょっと簡単に打たれちゃったなっていうね、うん、
まあ、印象があるし、まあ、5対0というところで全く広島のいいところが出なかった、うん、ちょっと広島今年雨でたたられるね、うん、雨の試合ではよく勝ったりとかしてるんだけど、はい、コンディションが悪い時が多いわ、はい、広島ね、うん、まあ2試合中止になって、うん、ゴールデンウィークでね楽しみにしてた、そうですよね、子供たちがねちょっとかわいそうなことしたね、いや本当にそうですね、ね、うん、で人気のある阪神をね迎えての3連戦だったから、うん、2試合中止になったっていうことはね、まあがっかりしたね、お子さんたちも多かったと思うけども、大人もがっかりしたでしょうね、まあそりゃそうだ、そりゃそうだ、大人も子供もね、まあ天気も良かったしね、こっちはね、まあ風は強かったけどね、うんうん、まあそういうことで、はい、まあ阪神が1勝したと、はい、はい、続いて中日対巨人、はい、ね、中日の方は小笠原、松葉、高橋宏斗、うん、巨人の方は横川、グリフィン、赤星、はい、で1戦目8対3で中日の勝ち、はい、8回に一発攻勢で決める、まあ、石川、福永、うん、福永初ホームラン、こういうのでもうダメを押してったというね、はい、まあ、その前に、細川が、2、3塁からセンター前に2点タイムリーを打って、うん、まあ、石川とか福永の気持ちを楽にして出ていったホームラン、うん、それまでホームランが4本しかなかったのに、はい、まあ、この試合で2本出てしまったんですよ。でね、巨人はね、この時にノーアウト1、2塁、フォアボール、フォアボールで、ブリンソンを迎えた時があったんだけど、はい、ここでバントのサインを出すんだよね。ブリンソンに、うん、はい、で、次が中山大と、キャッチャーだったかな、若いキャッチャーが、うん、こう、下位打線に回ってくるんだったんだよ。山瀬だったか。うん、ね、あ、回ってくるんだけども、はい、ここでバントをさせるんだけどもさ、うん、それがショーフライになってセカンドランナー岡本も飛び出してんだよね、うんうんうん、でダブルプレーになってチャンスを生かせなかったという、はい、で、まあ、バントも決めなきゃいけないんだけど、ブリンソンの中でバントってあったのかなって頭にね、やるけ、機会っていうのはそんな多くないですかね、まあ、アメリカではあんまなかっただろうね、うん、まあ、それとやっぱり調子が良かっただけにさ、そうですよね、それと下位打線に行くのになぜバントだったのかなっていうね、うん、まあそういうちょっと不可解な、うん、流れから、まあ、8回に点を取られて、うん、負けてしまうという。でこの試合勝ち投手が福、国指定の難病でね、うん、手術をし、まあ、復帰戦だったんだけども、はい、なんか服を持ってきたね、うん、まあ洒落ではないけどもさ、はい、でも三島もそうだし、うん、服も立派に帰ってきてくれててさ、うんうん、なんかこう感動的なヒーローインタビューもあったしね、みんなで服を勝たせようみたいな、うん、はい、まあ、そういう意識も盛り上がったというね、うん、まあ、そういうことで、まあ、中日が1戦目勝ったと、はい、で2試合目、うん、松葉とグリフィン 2-1 で、中日が勝つ、うん、バンテリンではさ、うん、ホームランがやっぱ巨人の野球ができないんだよね、はい、でなかなか巨人の野球ができないっていうのはさ、やっぱ球場が広い、うん、で一発攻勢がかけれない、うん、で中日のピッチャーいいということでね、はい、で松葉もなんかすごくなんかコントロールよく緩急を使いながらもうピョン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 行くんだよ、はい、トントン拍子に、うん、でデイブが一回エンジンを組んで、うん、指示を与えるんだけど、ジャイアンツ、うん、はい、そっからやっぱこう変化球を思い切って振るようになってきてるんだよね、うん、でもそれを上回ったのがやっぱ松葉と木下のバッテリーだよね、うん、でグリフィンもねすごく良かったの、はい、良かったんだけども、あ、援護点がもらえない、うん、三上かなこの試合、はい、が出てきて、うん、フォアボールを出し、うん、セカンドランナーが福永の三遊間で帰ってくるという、うんうん、これがね外野手の守備位置、うん、これがどうだったのかなっていうね、これはヤフーのニュースにも出てたけども、はい、やっぱ梶谷にも経験があるんだったら、うん、少しもう少し前に守らなければっては言ってたけども、うん、これ結構やっぱベンチの指示なんだよね、うん、で指示も多分出てなかったと思うんだよ、うん、あれがもっと前出てこいって言うんだったら外野手は出てくるし、ベンチの指示だったら、うん、でもやっぱやってる選手っていうのはやっぱ安心感を与えてあげないとダメだと思うんだよね、うん、はい、コーチが責任を持って前に来いって、うんうん、頭抜かなくても全然 OK だよって、うんうん、じゃないとなかなかやっぱ外野手って頭越されるのっていうのが一番嫌なんだよ、なるほど、屈辱的なんだよ、うんうん、
いやだから前に出てこれなかったのかなって。だからそこは指示をね与えてあげないとね。うん、なるほど。そういう時はやっぱ指示がないと自分から前にっていう。前には来るんだけど、はい、極端に前には来れないのよ。なるほど、うん。それを指示があれば極端に前に守れるということですね。まあそうだね。ただその時にダイソー出てた高松もいいスタートを切って、うん、いいランニングを見せてくれたけども、はい、その前8回ねバント失敗、うん、ところがあって巨人は点を取られ。取れなかったという、うん、やっぱ1戦目も2戦目も8回にやっぱ失点してんだよね、はい、だから先発ピッチャーはある程度ゲームを作ってきてるんだけどもさ、うん、やっぱりリリーフ陣がちょっと崩壊してきてるという、うんうん、で3戦目、はい、高橋宏と赤星、はい、両ピッチャーとも良かったね、うん、赤星もやっぱ連敗を止めるべく、うん、ね気迫のあるピッチング、高橋宏とはやっぱ今季初勝利を挙げたいというね、うん、思いで一生懸命投げてたけど、はい、まあ大城のホームランで先制を許す。でその裏木下がタイムリー、うん、打つんだけどさ、木下のこう外野フライ、外野レフトの後方に飛んだやつを、うん、フェンスと当たりながらジャンプしてんだよね、はい、そのボールがルーズになる分だけランナーが帰っちゃったんだよ、はい、それを例えばまあ、諦めてフェンスのクッションっていう風に瞬時に変えたらちょっと状況は変わってたかな、うん、そこの判断は結構難しい、難しいけどね、まあ難しいね、これはやっぱ慣れてる人じゃないと難しい。なるほど。いやそれで、はい、まあ、それで同点になるという、うん、ね、ただその同点になって赤星が打席に立ってる、うん、やっぱピッチャーいないんだなって思うんだよね。なるほど、うん、やっぱり引っ張らなきゃいけない先発ピッチャーをね、うん、で8回三四球で満塁になる、うん、で石川が犠牲フライで勝ち越しをするという、はい、でマルチネスが昨年の100セーブに続いて101セーブを上げたという、うん、まあ、そういう試合なんだけどもさ、やっぱりね、まあ、中日の終始ペースのゲームだったよね、うん、この3連戦先制は巨人が両方するんですよね、全部してるんだよ、うんうん、だけどそれを守りきれずというね、うん、まあ確かにジャイアンツっていうのはさ、やっぱ、ま、あの守り勝つというよりも打ち勝つというチームだからね、うん、今は、うんうん、だからやっぱ中日のピッチャーを崩せなかったというのが一番の敗因だよね。そうですね、うん、2試合目3試合目は両方ね、もう 2対1という、そう 2-1-2-1 そうですもんね、うん、でも中日の方はもう慣れてるよねペースが、うんうん、2-1-2-1って、なるほど、勝った勝ったみたいな、うん、まあ、そんな感じだよ。もう接戦に中日は持ち込めば、うん、後ろの方のピッチャーは揃ってるんで、うん、まあ、これは真逆だよねジャイアンツとはね。なるほど、うん、だから終始中日のペースで進んで、まあ、中日がやっぱり勝ったかなという、うん、だから巨人がやらなきゃいけないことは、そのバンテリンとか広い球場、ホームランが出ない球場だと、はい、やっぱこうメンバーも考えなきゃいかんね、うん、もう少しスピードのある選手を使っていくとかさ、うんうん、まあ、そういう風にしなきゃいけないし、な、まあ、中田が離脱したっていうのも大きいし ね、 そうですよね。あとはやっぱ7-8-9のピッチャー、9はいるから体勢が、うん、はい、7-8ぐらいのピッチャーをやっぱ整備しないとやっぱ失点が増えるよね、うん、で中日が上に行くにはビシエド、はい、ビシエドが打ったら楽になるわ。だからビシエドもヒットは出るんだけどもさ、やっぱタイムリーがまだ一歩もないんだよね。うん、ここを超えるとやっぱこう中日は少し楽になってくるかなというような感じがする。うーん、なるほど、はい、という3連戦でした。はい、あちこちホームラン三昧、これは本当にたくさん出ました。もうめちゃくちゃ出た。1試合目、うん、ね、あの初戦3連戦の初戦、はい、17本出た、初戦のトータルセリーグでですね、だからプロ野球の中で、あその中で17本がセリーグだけだったという。全部セリーグで、リーグはそうなんだ。まあその要因はヤクルトと DeNA が11本打ってるっていうことがあるんだけどね、うん、だけどホームランが非常にゴールデンウィーク出て、うん、やっぱ野球の花だよね、うん、お子さんたちは喜んだかなという。本当に ね、まあ17本出る時点で、はい、多いですが、 そうね、それがセ・リーグだけで出たっていうのがまたね、すごいよな、うん、それであなたが見に行ったのが小川対浜口のヤクルト戦の投げそう、ね、17対7、げんなりして帰ってきましたね。げんなりなんかねもうちょっと
となんか落ち着いてみたいな、ね、そうですね、緊迫したというね、そう、ちょっと何かしてる間にああまた点がすごい入ってるみたいな、そうだね、まあ、ただねホームランはたくさん見れたのでね、そうだ ね、はい、ということでした、はい、はい、というセリーグでした、はい、続きまして、はい、はい、パリーグはこうなりました、オリックス西武、オリックスが2勝1敗、はい、ロッテとソフトバンクは、はい、これは、ソフトバンクが1勝であと1分けの試合があったということですね、はい、で日本ハム楽天は日本ハムが2勝1敗の勝ち越し、はい、はいはい、ということで、はい、まずはオリックス、はい、ね、オリックスは山下俊平太、うん、山本山岡、はい、ね、もうなんかエース級がずらっと並んだという ね、 ね、西武の方は隅田、うん、高橋光成、与座、うん、ね、山下俊平太、はい、1戦目、はい、ね、6-0、山下7回95球6安打、うん、はい、もうねやっぱカーブとフォークがいいわ、ま、うん、っすぐも確かにいいんだけど、ま、はい、っすぐ狙いで来られると、うん、やっぱ打ち返されたりとかもするんだよね、うん、その中でアクセントとしてカーブ、フォーク、これもまた非常にいいんで、うん、それを投げられるとやっぱこう打ち切れないね、うん、まあ、6点を取るというね、はい、で、まあ、これ一気に、うん、隅田も良かったんだよその日、うん、ただ一気に崩れるんだよ、でオリックスがエンジン組むんだよね、はい、その後5連打で5点を取る、うん、で隅田も悪くはないんだけど、はい、やっぱスタミナだな、やっぱ山下俊平だということで、うん、やっぱ最初から飛ばしていったと思うんだよ、うん、そしたらね息が上がってたんだよね、うん、それとやっぱ変化球を狙い出された、うん、一気に5点を取られる時に、はい、その時にやっぱこう起点を利かして変えれなかったかなっていうね、うん、まあそういうことはあったね、だけどオリックスがミーティング後に5連打を打つ、うん、あのミーティングは何だったのかが聞きたかったなまだ分かんないんだけどね本当ね、まあまあ、まだ分かんないんだけど、うん、だけどやっぱコーチがある指示を出したと思うんだよ、うん、それは何だったのかっていうのを聞きたい、興味がある、うん、もうそこ試合を見ててもその指示はちょっと明確にはならない感じですか、うん、まあ、まあ変化球を狙えって言ったのかどうか分かんないけど、そんな単純なことでさ、うん、5連打が生まれるかなっていうね、うん、ああだから見事だったけど、はい、やっぱ隅田もね、うん、勝ちたいんだったらやっぱ一つの球種、絶対的な球種をちょっと作った方がいいかなっていう ね、 なるほどね、非常にバランスがいいんだけど、はい、飛び抜けてるボールがないからちょっと苦労するかなという決め球という部分ではね、はい、2戦目、はい、山本対高橋コーナー、うん、いやーこれ佐々木朗希と山本に匹敵する投げ合いだよね、なんかそんな話前ちらっとしましたけど ね、 ね、もう投げ勝ったコーナー、うん、途中で降りたんだけどさ、はい、9回に逆転、はい、サヨナラで負けるというチームがね、うん、森が同点、頓宮がサヨナラを打つんだけどもさ、うん、もったいなかったのは確かにその増田も良くなかったんだけど、はい、セービス試合者でね、うん、上がってきたけども、うんうん、9回に満塁になった場面、内野安打が2本あるんだよね、うん、で2本あるっていうことは一つはショートのちょっと深い位置なんだけど、源田だったら殺してるなっていうような、うん、まあ、ちょっと送球ミスなんだよね、ワンバウンドが 中途半端になったりだとか、はい、ピッチャーゴロを増田が取り損ねたとか、うん、まあ、そういうことで満塁になるんだけど、まあ、その後森がね1・2塁間を抜いて2人を迎え入れたと、うん、だけどこの時も外野手がやっぱ森がねめちゃくちゃ当たってたんだその試合でね、うんうん、だからそうだな、もう外野前に来れんかったかなとか思ってね、うん、で頓宮がやっぱこう打ってさよならというね、はい、だからまあ西武の方はやっぱ増田がちょっと心配だなっていうね、うん、そんな感じがするよね、きっちり終わらないからね増田がね、うん、ホームラン打たれたりとかいろいろするから、うん、だからちょっと心配だなということと、やっぱオリックスはやっぱ粘り強いね、はい、みんながつなごうとする、義母とか中川とかね、はい、まあ、内野安打を打った2人とか、うん、守りが決めたりだとかね、うん、だからすごいしぶといよね、はい、はい、で3戦目山岡与座、は
はい、与座の状態が悪いね。うーん、あー与座去年10勝したのかな、良かったんだけどもさ、はい、今年与座があんまり良くないんだよね。うーん、で3点を先制されるんだけどもさ、はい、だけど山岡も6回かな、うん、もう勝ち投手の権利、今シーズン初の勝ち投手の権利を持ってまだマウンドにいたんだけども、うん、フォアボールヒット、フォアボールで、満塁になったんだよね、はい、まあ、この時にピッチャー変えてもいいんだろうけどもさ、うん、その西武との山下俊平と山本の時にやっぱ中継ぎ陣を結構使ってんだよね、うんうんうん、で山岡も状態が良かっただけにさ、はい、ちょっと引っ張ろうとしたら若林にセンターオーバーのツーベース打たれて3人が帰ってくるというね、うん、でその若林がまたあの勝ち越しのタイムリーを打つと、うん、ね、だからまあオリックスにとってはちょっと出し惜しみをしたかなという、うん、投手陣をね、なかなか難しいですよね、なんかそこがね、うん、ここは大丈夫かなって、だから若林っていうところがあったと思うんだよ、うん、今年あんまり状態的には良くなかったから、うん、バッティングのね、うん、あここは大丈夫かみたいなことはあったと思うんだけど、うん、やっぱり慎重に行くなれば行くんだったらちょっと変えてもよかったかなっていうふうに思ったね、うんうん、だけど西武の方はやっぱこうね連敗してて、うん、やっぱよく跳ね返したよ3点を ね本当に、うん、で最後はやっぱ増田を使わないで、うん、青山が西武を取ったというね、西武で抑えたで、まあ1点は取られたけどもさ、はい、うん、だからちょっと西武の方はやっぱ後ろの方をね、なんていうのかな、整備をしないと、うん、せっかく先発ピッチャー中継ぎ陣がいいのに、うん、その後ろの方でやられてしまうとやっぱちょっと辛くなるよね、うん、でオリックスの方は、うん、まあ、このままでいい、うん、というのは連投したピッチャーは3試合目は休ますという、完全に、うんうん、まあ、そういうローテーションで、まあ、1年間持たそうとしてるから、うん、それはそれでいいと思うんだよね、うん、でも2勝1敗勝ち越したというのがね、やっぱオリックスは立派だなというふうに思います。はい、はい、ロッテソフトバンク、はい、ね、佐々木朗希、メルセデス、種市、はい、まあ、種市、藤井は中止になったんだけど、うん、まあ、2試合ね、ここはね、はい、でソフトバンクの方は石川、東浜、はい、これ17メートルの風、0-0で引き分けた試合、うん、佐々木朗希、うん、ね、石川、もう良かったよ、まあ、良かったよっていうよりもあの風でさ、うん、めちゃくちゃ変化球が曲がるね。なるほど。もう佐々木朗希なんかこの前さ、大阪京セラドームで投げたけど、うん、あのフォークよりも倍ぐらい落ちてる感じだよ、うんうん、こういうことだと風はいい影響っていうふうに、ピッチャーはな、ピッチャーに、バッター大変だよ、うん、見たことのない変化もすると思うよ。例えばなんかホームランが出やすかったりっていうことで言うとバッターは有利だったりもすることあると思うんですけど、まあ神宮とかだったらね、うんうんうん、ロッテのゾゾマリンだと、はい、あの天井があって上を越えるフライだと戻されるんだよね、はいはい、それをライナーで力強いのは伸びていくんだよ、風の影響を受けて入るということですね。なかなかちょっとそういったことも、うん、球場によって影響が変わってくるってまたややこしいですね。まあ、ややこしいけど面白いよ ね, ね、特徴があって ね, ね、戦い方が変わってくると思うし、ということはここで言うとこう強風はピッチャーはありがたい強風っていうことなんですか。まあ、まあそうだね、うん、いいピッチャーはね、うんうん、ただその佐々木朗希が、まあ、5回で降りたのかな。そうですね、で12奪三振取ってると思うんだけども、はい、まあ、3つしか前に飛んでないんだよ、うん、うん、だけど降りたっていうのはなんか中指の豆の影響だっつってたね、うん、あのだからその肩の故障、肘の故障じゃなくて指先の豆の状況だから、その様子を見て次の登板も決めると。もしその豆がなければもう少し投げて、ああもちろんもちろん、三振の数も増えてた可能性は、可能性はあるね。ただね、球数はね、うん、ちょっといってたね、89球、あだからあと行っても1回ぐらい、6回までは投げれたかなという感じがするけども、うん、まあソフトバンクの石川も良くてさ、うん、ただロッテは勝たなきゃいけないのはさ、7回にプランクがツーベースで打つんだけど、はい、そこにダイソーで小川を送るんだよね、うん、で次の中村に自由に打たせる、右打ちに、うん、はい、でそれがランナーを進められなかったんだよ、うん、
で得点にならなかったケースが7回と8回にもあったと思うんだけど、はい、で7回ポランコにダイソーを送るっていうことはここで決めないと9回にもまた回ってくるっていうことだからさ、ね、だからここら辺ロッテもったいなかったなっていうね、うん、その9回にポランコの打席本当だったらね、はい、ダイソーの方が DH に入ってて、うん、チャンスで回ってくるんだよ、はい、でポランコがここのとこ状態が良かっただけに、うん、ちょっともったいないダイソーを送っちゃったなっていうような感じがしたね。なるほど、はい、そこ行かせてたらまあ良かったんでしょうけど、まあそうだね、うん、ただまあこれも風のいたずらとかいろいろあったのかなと思うけどね、うん、はい、ということで1試合目は引き分け、はい、で2試合目メルセデス、うん、東浜、はい、でソフトバンクの 1,2 番の出塁もさ中村が入ったりとかすることによって良くなったんだよね、うん、この試合で6対3で勝つんだけど、はい、まあ、シュートとか柳町の下位打線途中で入った選手とかがやっぱ打点を上げたり点を取ったりとかして、まあ、チームを勢いづける。まあ忘れちゃいけないのが柳田の2本のホームラン、ね、ライナーで2本ともバックスクリーンに叩き込んだという、うん、はい、まあ、沢村が誤算だったということなんだけどもさ、いや沢村っていうのはもともとそのなんていうのかな、コントロールがあんまり良くないんで、うん、だからこういう強風の時はちょっと辛いよな、余計こううまくいかないというか、いかないというかね、うん、まあでもこの試合東山やっぱエースだなと思うのは、うん、粘って粘って投げてたね、うん、それとやっぱり中継ぎ陣を休ませたい少しでも、そういうことでもう本当にずっと投げてたけどもさ、はい、非常に感動するような集中力と投球内容だったよ ね、で柳田もねすごく感動的なホームラン2本、うん、まあロッテはもったいなかったかなっていう ね、うん、3対0からだったからね、うん、はい、はい、で最後日本ハム対楽天、はい、ね、2勝1敗で日本ハム、はい、日本ハムは加藤、上沢、メネズ、うん、で楽天の方は田中、滝中、庄司、はい、ルーキーね、うん、加藤と田中の一戦目投げ合い、これもう今シーズン3回目だからね、うん、本当にで5対2で、はい、日本ハムが勝つという、うん、ね、で勝ったことによって新庄政権で初めての5位に浮上したという、そうでしたね、はい、はい、この試合で、1,2 番を組んだ磯畑とアルカンタラ、うん、お互いが3安打ずつ、うん、やっぱり 1,2 番が出るとやっぱ強いなっていう、うん、やっぱ返すバッター松本剛、野村、万波、うん、ね、万波が打点を上げて勝負を決めるという、うん、はい、で宮内がプロ初勝利、はい、ね、楽天の方は同点、はい、2対1で迎えた8回にファールボールをスライディングで取りに行くんだけどもさ、はい、これがね取っていいのか悪いのか、2対1で勝ってるから取ったのか、うん、まあここら辺難しいよね、ファールボールを取っててサードにいるからタッチアップで1点入るんだよね、はい、そういうシチュエーションで取るか取らないかっていうのは難しかったと思うんだけど、うん、まあ取る選択をして、同点になってもう逆転になっちゃったという、うん、まあいろいろ野球は難しいな、これ考えるとね、本当にそうですね、でマー君がまた勝てなかったという、ね、うんうん、加藤も勝てなかったという、うん、この2人は勝ち負けあんまりつかないね、ねえ、投げ合い3回目ですけど、はい、ね、はい、で2試合目上沢対滝中、うん、ね、5対0、はい、楽天、うん、まあ上沢がねそんな悪くなかったんだけどもさ、はい、まあ、小深田がホームランをポーンと打たれたんだよね、うん、先生の、はい、で続いて浅村岡島にもさホームランを浴びるんだけども、はい、浅村と岡島のホームラン非常にうまく打たれてるね、だからちょっと苦しい展開になっちゃったかなというね、はい、まあ、それと一方の滝中、うん、まあ、銀次郎、住谷にいろいろ投げる前にアドバイスをもらったらしいんだけども、うん、思い切って縦の大きなカーブを使ったらどうだと、それが要所要所に決まってたね、うん、やっぱ先輩の一言でやっぱちょっとガラッと変わった、うん、なんかピッチングを見せてくれるというね、うん、でこの試合ミスが出たんだよね、うん、ツーアウトランナーセカンドでさ、はい、アウトカウントは間違えてて、はい、打球判断してサードまで進んだんだよね、はい、あれツーアウトだからさ打った瞬間に走っとかなきゃいけないのに、はい、ミスミス同点球を逃したんだよね、うん、
まあ、それそういうミスが出てるうちはやっぱ勝てないよね、なかなかね。うん。うん、まあ、せっかくこう磯畑の、うん、なんていうの、代わりに磯畑がちょっと足の違和感で引っ込んだんだけどさ、はい、その後そこにあの打席入ってね、はい、ツーベースを打って出たランナーだっただけに、はい、うん、まあ、非常にちょっと勢いを失うようなプレーをしちゃったね。うーん、でこの試合で今言った磯畑が足の違和感でおそらく離脱するというね、はい、これは痛いわ。磯畑、ね、バッティングの状態もよく上がってきてたしね、はい、だからそういう意味ではちょっと痛い戦力を失う。うん、ちょっと怪我人多いな、ここのところ。そうですね、いろいろ各チーム清宮もね、そうですね、まあ、日本特にね、なんか期待されてる選手がちょっと離脱するケースが多い、はい、はい、で3戦目、はい、メネズ対庄司3対2、うん、ね、サヨナラ勝ち、はい、ね、メネズとマルティネスのバッテリーまたね、うん、いいコンビだね、もうあのね、うん、こう外国人同士の、そうそう、はい、でね、庄司も良かったんだよ、はい、でか、良かったんだけどもさ、ちょっとシュート回転を直すとまっすぐの、うん、これはまあ勝てるピッチャーになるね。うん、でカーブもいいしフォークもいいし、はい、だから非常にいいピッチャーだなと、まあいずれは勝ってくるだろうなっていうようなピッチングを見せてくれてたんだけども、うんうん、日本ハムの方、はい、ね、メネズが投げてる時2つのタイムリーエラーで2点取られるって投げててたまんないよね。上川バタトンネル万波がちょっと弾いてね、はい、これも失点になったんだけどもさ、うん、まあ、苦しい展開なんかそのエラーをした万波が先頭バッターで出る、はい、ね、で上川畑がサヨナラヒットを打つ、はい、うん、これはもう感動的なんだけどミスなくせっていう話なんだよまあだけどよくねこの2人が取り戻してきたなって、はい、若い2人がね、うん、だからこれはやっぱりチームが強くなる、また選手が強くなる兆候が出てきてるチームだよね。なるほど。でその前に、うん、万波が出た後に伏見が本当に丁寧に送ったんだよ、うん、俺も感動的だったし、次にあの福田移籍後初めてかなスタメンしたのは、はい、でそれがやっぱ我慢して我慢してボール球我慢して上川畑につないだんだよ、うん、それがやっぱサヨナラのきっかけになったんだけど、はい、まあ、これもねやっぱちょっと感動的な粘りだったし、うん、で田中正義、はい、9回に登って三者三振、流れを野手に渡したよ。でプロ入り初勝利、このね、おめでとう、本当にプロ入り7年目で初勝利ということでね、うん、はい、だからこういう他から来たチーム、うん、そういう選手たちがやっぱ新庄監督がうまいね、使うのが。なるほど、再生させてる、うん、野村再生工場じゃなくて新庄再生工場と言ってもいいぐらい新しくね、新しく、はい、それとマルティネス、うん、これねキャッチャーで使うとバッティングもいいね。なるほど、うん、だからこれからもこれね日本ハムはねこのままねやっぱちょっと上がってくるよ。今ねもう、うん、また5位にね、そう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 、浮上してきましたので、うん、この連戦、まあオリックスはやっぱ強いよね、はい、うん、あとはちょっとね一進一退なんだよ、うん、みんな、うん、でも日本ハムは勢いがある、ね、まあ、日本ハム楽しみ、はい、ね、あちこち逆転三枚、本当に、ね、まあピッチャー大変だったと思うけども、うん、ね、まあね両リーグともにねホームラン三枚逆転三枚ピッチャー大変っていう、そうだよね、はい、だからまあゴールデンウィーク終わって、はい、ね、明日一日休みがあるだけに、うん、ゆっくり疲れを取って、うん、ね、またあの素晴らしい野球を見せてください、はい、ね、ということでゴールデンウィークお疲れ様でした、はい。